るやつとかやってないやつとか陰キャ陽キャ君らを分類しないとどうにも落ち着かない気づかない炎の外側を覗いていかない気分が乗らないつまりそれはそんなシンプルじゃないもっと曖昧で繊細で不明瞭な何か例えば持ってるのに出せないやつやってるのにいけないやつ持ってるのに悟ったふりして透かしてるうちに不安になっちゃったりするやつそしてあんたはギフテッド私は普通のシュッテストそれはいいでしょ素晴らしいんでしょ不可能の証明の完成なんじゃない夢を持ってなんて言ってないそんな無責任なりはしないただその修正に食われないでそんなラビットしてるたび見えてくる君への価値俺たちだって動物こういうのって好物ここまで言われたら動物腹の底から好物普通と俺たちだって動物急に持ち寄るオリジナルな修正スプーンでスプーンを分類するなよ壊してみせろよそのベルヘビッそのBad Habit 大人の俺が言っちゃいけないこと言っちゃうけど説教するってぶっちゃけ快楽酒の魚にすれもう傑作でもって君も進むきっかけになりそれそれでウィンウィンじゃんこりゃこれで残念じゃんそもそもそれって君次第だしその子なんて俺興味ないわけこの先君はどうしたいって人に問われること自体終わりじゃないと信じたいでもそうじゃなきゃかなり超時代その分類された普通の箱でくすぶってるからさ俺は人生イージーモードずっとそこで眠ってて朝俺はそもそもスペックが低いだからあがいてもがいて醜く吠えた俺のあの頃を分類したら誰の目から見ても明らかする世の中金だとか愛だとか運だとか縁だとかなぜにもって片付けちゃうの俺たちはもっと曖昧で複雑で動物こういうのって好物ここまで言われたら動物腹の底から好物普通と俺たちだって動物故に持ち寄るオリジナルな修正